俺の名前は白田徹、冴えない高校3年生だ。あそこで笑う女の子は1年生の桜井舞、この学校で一番の美女。何それ。今日も可愛い。あまりの可愛さで入学当初から話題となり、連日彼女を拝むために行列ができていた。アイドルのような彼女はもちろんモテモテで、告白する人も後を絶たないのだが。桜井さん。あ、何？今忙しいんだけど。ごめんなさい。怖。見ての通り彼女は男嫌いでも有名だ。告白するどころか話しかけるだけであの有様。それでさ。でもやっぱ可愛い。まあ陰キャの俺とは接点なんて一生ないだろ、そう思っていた。そんなある日。トール、父さん再婚しようと思うんだ。カオルさんと？ああ、そろそろ私もしっかりけじめようと思ってな。あれ、父さんが決めたことなら応援するよ。俺が小さい頃に母は他界している。父さんは慣れない家事をしながら俺を育ててくれた。そんな父さんの幸せを喜ばないはずがない。再婚相手のカオルさんとは一度だけ会ったことがあるが、綺麗な人だったのでよく覚えている。実は今日みんなで顔合わせできたらと思って呼んでるんだ。みんな？カオルさんには娘がいるんだよ。そうなの？小学生くらいとか？確か高校1年生だったかな。高 1？ お、噂をすれば。こんばんは、改めまして桜井カオルです。これからよろしくね。あ、はい、よろしくお願いします。やっぱり綺麗な人だな。舞ちゃんも遠慮しないで入っておいで。ほら、隠れてないでご挨拶しなさい。ん？桜井舞？まさか。桜井舞です。え？何よ。なんだ、知り合いか？いえ、全く。嘘だろ、まさかあの舞ちゃんが俺の妹に？あの白田徹です、よろしくね。おじさん、これからよろしくお願いします。ああ、よろしくね。あれ、聞こえなかったのかな。舞ちゃん、俺もよろし。あんたと仲良くする気なんてないから。え、こら舞。ふん、ごめんなさいね徹くん。いえ。まあまあ、そのうち徹と舞ちゃんも仲良くなれるさ。そんな日、本当に来るのか。それから数日後、カオルさんたちの引っ越しも終わり、新しい生活がスタートした。意外なことに父と舞ちゃんはうまくいっているようだ。これお願いします。ありがとうね。俺はというと、あの舞ちゃん、これ片付けたら一緒にゲームでも。は？一人でやれば。どうしてなんだ。数日経っても相変わらずだった。ふん、本当にごめんなさいね。いえ、あの子根は悪い子じゃないの。ただ元夫が女性にだらしない人だったから、男性に舐められないようにしてるみたいで。だから男にきついのか、ずっと気を張ってるんだろうな。あれ、でも父さんは？私はかなり時間をかけたからな。聞けば父さんは何年もかけて少しずつ心を開いてもらったらしい。何事も一朝一夕にはいかないものだ。少しずつ家族になっていこう。父さん、いつか俺が舞ちゃんの甘えられる場所になれたらいいな。それ以降も俺はなんとか舞ちゃんに心を開いてもらおうと努力していたのだが。シュークリーム買ってきたよ、一緒に。私プリン派だし、おじさんと食べれば。寒くない？これ膝掛け。別に、もうあるわよ。勉強見てあげ。もう終わってるわ。あんたに見てもらうほど成績悪くないのよ。見ての通り、ことごとく撃沈していた。そんなある日。舞ちゃん。何よ。片付け手伝うよ。は？一人でできるわよ。二人でやった方が早いよ。あんたとやるくらいなら時間かかった方がマシだわ。そんなこと言わないで。いい加減にして、私に構わないでよ。危ない。いって、舞ちゃん大丈夫？ちか。あの、これは。いいからさっさとどいてよ。ごめん。本当にごめん。わざとじゃな。わかってるわよ。ちょっと黙ってなさいよ。
はい。やばい、めちゃくちゃ怒ってる。だいたいあんたがしつこく話しかけてくるから。どうしてもまいちゃんと仲良くなりたくて。なんでよ。私なんて放っておけばいいじゃない。そんなことできないよ。もうまいちゃんとは家族なんだし、それに前のお父さんのことも聞いたんだ。だったら。それでも俺、まいちゃんと仲良くなりたい。まいちゃんの居場所になりたいんだ。うわ、ん、って余計なことを言ってごめんね。でもまいちゃんに怪我がなくてよかった。なんか飲み物を取ってくるよ。ゼリー買ってきたんだ。で、まいちゃんはプリン派だっけ。る、あ、ゼリー食べる。あ、わかった、今すぐ持ってくる。待って。あ、そのかばってくれて助かったわ。あ、まいちゃんが照れながらお礼を。かわいすぎる。翌朝、はい、まいちゃん。頼んでないけど。父さんとカオルさんの分作るついでに俺たちの分も作ったんだ。あっそ、購買も飽きてきたし、もらってくわ。え、何悪いの。私のために作ったんでしょ。いや、受け取ってもらえると思わなかったから。パンよりはマシって思っただけよ。わかったわかった。もしかして照れてるのかな。そんなある日の放課後。トワレくん。京子さん、どうしたの。そっちこそ、なんか悩んでる。そう。なんでわかったんだ。この人は同じクラスの黒木京子さん。可愛い上に明るく優しい性格で男女ともに人気がある。私でよければ話聞くよ。大丈夫、ありがとね。また誰かのことで悩んでたんでしょ。え、私トールくんが優しいの知ってるもん。誰かが困ってる時いつも助けてるの、本当にすごいなって思ってた。そんなことないよ。でも京子さんはよく見てくれてるんだね。うん、だってトールくんだから。あ、それってどういう。あのね、実は私トールくんのこと大好きなんだ。えって急に言われても困っちゃうよね。いや、返事は急がないから、とりあえず連絡先だけでも交換してくれる。うん。京子さんが俺を好きだなんて、これは夢か。よし、じゃあ連絡するね。あ、うん。トール、うわ、舞ちゃん。ほら、さっさと帰るわよ。ちょっと、ま、京子さんごめん、また明日。うん、またなんか怒ってる。てかさっき俺のこと名前呼びしてた。舞ちゃん。何よ。どうしたのかなと。あ、そっちこそどうするのよ。え、さっきあの人に告白されてたでしょ。見てたの。たまたまよ。それでどうするのよ。いや、俺が付き合うなんておこがましいし。ふん、そうよ。トールに彼女なんて100億年早いわ。な、そんな言い方しなくても。本当のことだもん。あ、笑った。翌朝。え、これ。何よ、いらなかったら別にいいわよ。もらいます。でもどうして。この間助けてくれたから。そのお礼よ。それと、お、今まで冷たくしてごめん。舞ちゃんが謝った。いや全然。でもなんで今。それはトールが。え、なんでもないわよ。さっさと行きなさいよ。はい。これってもしやツンデレ。放課後。トールくん、よかったら今日一緒に帰らない。京子さん。トール、やっと見つけた。舞ちゃん、なんでここに。昨日の確か1年の桜井さんだよね。トールくんとどういう。実は俺たち義理の兄弟で。あ、そうなの。はい、私たちとっても仲がいいんですよ。ってことでトール、一緒に帰ろう。ごめん京子さん、また。うん、腕に意識が。妹なのにこれじゃまるで。帰宅後。トール、味見する。うん、スプーンは。ふう、舞ちゃん。早く食べなさいよ。でも、照れてる。余計に恥ずかしいんですけど。早く、腕が疲れるの。はい。うん、まあでしょ。
私も料理はできるんだから。そういえばお弁当もすごく美味しかった。当たり前でしょ。照れてる。かわいい。そんなこともあったのだが、数時間後問題が発生してしまった。トール。え？今何してたの？マイちゃん、ちょっとこの体勢は。もしかしてあの人と連絡取ってた？あの人って京子さんのこと？てかそんなに来られると。マイちゃん。ねえ、トールは私のよね？はい。これはやばい。ゲームしてただけだから。それに京子さんのことはちゃんと断るつもりだから。本当？本当は。そっか。かわいいがすぎる。そうよね、トールは私のだもん。翌日の放課後、俺は京子さんに返事をしようと残ってもらった。しかし、トールくん、話って？あのね、俺、トール、一緒に、舞ちゃん、二人で何してたの？これは、昨日あんなこと言ったのに。やっぱり、トールもお父さんと一緒なんじゃん。違うって、話を。やだ、何も聞きたくない。トールなんて大嫌い。待って、舞ちゃん。京子さん、俺、告白してもらえてすごく嬉しかった。でも他に好きな人がいるんだ。ごめん。そっか、わかった。でも私、諦められない。だからもうちょっとだけ好きでいてもいい？うん、ありがとう。ほら、私はもういいから、早く妹さんを追いかけてあげて。わかった、ありがとう、京子さん。数分後、舞ちゃん待って。やだ、話してよ、放っておいて。話さない、妹なんだから放っておけるわけない。じゃない。え？私はトールのことお兄ちゃんなんて思ってない。あ、優柔不断だし、すぐ謝るし、話も面白くないし。そんなに俺が嫌い？でも仕方ないじゃん、好きになっちゃったんだから。な、それから舞ちゃんは少しずつ話してくれた。最初は俺のことも他の男と同じく気を許せない人だと思っていたらしい。だけど俺が真摯に向き合ううちに、他とは違うと思い好きになってくれたのだとか。あの時も自分より私のこと心配してくれて、トールなら弱い部分を見せても大丈夫なのかなって思えたの。でも俺が京子さんと二人でいるところを見て、前のお父さんを思い出し勘違いしてしまったそうだ。そっか、勘違いさせてごめん。でも嬉しいよ。え？実は俺も、俺、舞ちゃんのこと好きだから。嘘。じゃあ私、トールの彼女になってもいいの？もちろん。でも俺、舞ちゃんのこと大切にしたい。だから高校卒業するまでは絶対に何もしないって約束する。トール。こうして俺と舞ちゃんは付き合うことになった。数日後、俺は約束通り舞ちゃんと清い交際を進めている。両親にも頭を下げて報告したところ、高校卒業まで健全な関係ならと許してもらえた。舞ちゃんがここまで心を開いたことも素直に喜んでくれたのでよかった。トール、今日一緒にお昼ご飯食べよう。いや、学年も違うし、さすがに。トールくんは私と一緒にお昼ご飯食べるんだもんね。同じクラスなら平気でしょ。京子さん、そんなにくっつかれると。諦めが悪いですよ、先輩。もう少しだけ好きでいてもいいって言われたからね。それに舞ちゃんは見るからにツンツンだし、まだチャンスはあるかもでしょ。ないです。ちょっと二人とも、とにかくダメ。私はトールのことが大好きなんだから。あ、クラスメイトにもドキドキはしてしまいそうだが、俺はもうこのツンデレな舞ちゃんに夢中だ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。